さんこんにちは、フクロウです。今回は本日配信されたアナザーエデン2部中編ラスボスの魅力ディザスターを討伐していきたいと思います。ただそう簡単ではなくて、こちらのボスですね、今見てる通り単数付きのカウンターがまずね設置されます。でしかも HP50% 部分にストッパーがあるんで、まあ、AF で一気に削り切ることができないという状態になっています。でまあ初っ端からですね AF を使ってしまって、でその後ゲージを貯めて残りの 50% を削ってしまうっていうのが、まあ、最も早い攻略方法かなというふうに思います。ただですね、そう簡単ではなくて、取り巻きのねこのちっちゃい仏像さんが反撃でですね HP 回復10万とかしてくるので、かなり時間がかかると思います。私はね AS ユナで回復とかバフとか腕力ダウンかけつつ AF ゲージを食べまくったのでね、まあ、結構安定はしてたんですが、それでもね結構時間はかかったかなと思います。でこれで2回目の AF を使っています。この間にですね、あのカウンターが0になるとどうなるのかっていう話なんですが、全体攻撃とあと MP 攻撃をされてですね、 MP が0になるんでもうスキルが使えない状態になってね、ほぼ壊滅するかなというふうに思います。だからそうならないように、まああの周りの取り巻きを倒しつつね、こうやってダメージを与えていかないといけないんですが、 HP が 50% 以下になるとですね、このように取り巻きが2体から4体に増えて反撃で回復される量も増えてしまうので、まあ、かなりしんどいかなというふうに思います。これ下手に触るとですね、反撃で HP が回復されてしまうんで、どうすればいいかというとですね、もう AF ゲージを貯めてしまって、最後ですね貯め切ってるんで、もうここでですね本体を狙って AF を打っていくと、取り巻きは無視して AF で本体の HP を全部削ってしまおうというのが一番いいかなと思います。今もね、カウンターが1の状態でギリギリのところでね、まあ、3人で AF ってなんとか倒したという形になります。まあ、パーティーが揃ってないとですね、壊滅してほとんど勝ってないのかなと思いますが、まあ、本体狙いでボコボコにすればね、まあまあのパーティーがいれば倒せるかなと思います。こちらを倒すとですね、必殺技強化、主人公のグラスターをもらうことができるという形になっています。